住宅都市整備公団9100系電車は千葉ニュータウン鉄道が所有し北総鉄道が管理する通勤系電車 C フライヤーの愛称を持つ千葉ニュータウン鉄道に事業上とした都市基盤整備公団が住宅都市整備公団時代の1994年秋に導入8両編成3本が在籍する 1995年4月1日に開業する、千葉ニュータウン中央駅印材牧野原駅間の延伸に備えて一時車として8両編成2本が製造された。その後、2000年の印材牧野原駅印場2本、伊大駅間の延伸開業時に二時車として8両、編成1本が製造された。本形式は、千葉ニュータウンのイメージアップや、省エネルギー化、乗り心地の向上、 乗客サービスの向上などを設計の基本とした。車体は独自の設計だが、検査業務を北総鉄道に委託している関係から、走行機器類は北総開発鉄道7300系電車や京成3700系電車と基本的に同一である。愛称は C フライヤーで、車体側面に愛称ロゴが貼り付けされている。愛称の由来は C は千葉。 ニュータウン、コンフォータブル、クリーン、カルチャーの頭文字から、フライヤーとは、早い列車の意味である。都営地下鉄浅草線乗り入れ用車両としては、京急600系、京急新線系1から5次車と並ぶ、固定セミクロスシートを採用した車両である。京成電鉄、都営地下鉄浅草線、京浜急行電鉄に乗り入れる。 登場時から1999年9月30日までは、住宅、都市整備公団、同年10月1日から2004年6月30日までは、都市基盤整備公団が所有して、車両の管理業務を、北総開発鉄道が行っていたが、同年7月1日に、都市公団が、都市再生機構へ改組されたのに伴い、同公団保有の鉄道施設と車両が、 千葉ニュータウン鉄道二条とされ、北総開発鉄道も北総鉄道に、称号変更されたため、千葉ニュータウン鉄道所有、北総鉄道管理となっている。このため、一時車に重複されていた、重都公団のマークは、都市公団移行時に、同公団のマークに交換し、千葉ニュータウン鉄道への譲渡時には、全編成が、北総鉄道と表記したプレートに交換され、計 聖グループロゴも重複された。千葉ニュータウン中央駅印材牧野原駅間、開業時には、統計式のクラフトモデルをあしらった、記念乗車券が発売された。車体は、軽量ステンレス製とし、全面的に、ダルフィニッシュ仕上げとした。全面形状は、鳥のおなをイメージしたものとし、車体カラーリングもそれをベースとしたものである。車体断面は、 裾絞りのようにゆるくカーブした形状となっている。前頭部は、まろやかさとスピード感のイメージから三次元曲面を採用した丸みを帯びた形状で、普通項で構成される。上部はブラック、それ以外を、シルバーメタリックを、下部に設置したスカートは青色に塗装されている。正面には、地下鉄線内における非常口に使用する、プラグドアを設置する。 正面窓上部の左右に丸型の尾灯と通過標識灯を配置し、中央に LED 式の運行番号表示と種別、行き先表示器を設置する。種別、行き先表示は窓上部に日本語表記を配し、運転席層下に英語表記の行き先表示を配する。列車種別の英語表記は側面種別、行き先表示器のみ表示される。当初は三色 LED だったが、 2012年から2014年にかけて全編成がフルカラー LED に変更されている。側面のカラーリングは珍しいカラーリングを採用している。客用ドアでは先頭車の車椅子スペース部は青色を中間車のクロスシート部に黄色の目立つカラーリングを施している。その他、カッ袋部にはグレーの縦ストライプを車体裾部には全長にわたって 青色のラインを配置している。側面の行き先表示器と車側等、隣接の車外スピーカー1台は黒色として一体に見えるようにしている。側面の車両番号表記は車端部の下方に青色で表記されている。爽やかさと落ち着きのある空間を目指し、全体的に淡い色調を採用した。なお、この項目で述べる車内仕様は、基本的に一時車のものであり。 二次車の変更点については後日の項目を参照のこと。車内はライトグレー系のつや消しムジの化粧板を使用し、床材は2色のノ淡洗ン時ライジで構成している。車椅子スペースは先頭車の1番目ドア直後に配置する。座席は基本的にはロングシートで淡いブルー系のパープリッシュブルーとしたセミバケットシートを使用している。座席端は 袖仕切りと呼ばれる仕切り板を設置し、二棚はステンレスパイプで構成される。ロングシートはいずれも一人分は 440mm 幅を確保した。なお、先頭車の優先席は薄い緑色の生地を使用する。このうち、各中間車には計8人分のクロスシートを設置する。これは編成の4.5号車間を境として、先頭車側の車端部に設置されるもので、 片側に二人掛けを2基設置する。後日の公衆電話設置場所は電話室スペースの関係から対面式のボックスタイプ、それ以外の場所は編成の4.5号車間を境として先頭車側を向く固定配置である。側窓は2連のユニット窓で、車椅子スペース部は固定窓、それ以外の場所は全て加工窓を配置する。カーテンはベージュ色のものである。 連結面は、つま面窓はなく、貫通扉は青色で、下方まで拡大した窓を設けている。客用ドアは、室内側も化粧板仕上げで、ドアガラスは独自の形状である。これは、室内側のガラスの戸渡り部分を黒くし、閉まった時に一枚の大型窓にも見えるようデザイン、されたものである。サービス機器ドア上部には、LED 式車内案内表示機が設置されている。 使用は、形成3700型や北総7300型に、準ずるが、装置自体は、乗り入れ先前車で使用可能だった。また当初は、自動放送装置を設置していた。その後、2012年から2014年にかけて、外部表示のフルカラー LED 化と同時に、車内案内表示器を、形成3000型や北総7500系等と、 同様のものに変更の上千鳥配置とし、表示器のないドア上部は路線図掲示スペースとなった。この他に、車内での AM、FM ラジオ調子用の電波増幅機、各側面に車外案内放送用スピーカーを2個設置する。また、登場当時には3.6号車の車端部に、通勤電車では、初めてのカード式の公衆電話が設置されていた。 その後1997年度に撤去されたが、電話室の区画はそのまま残されている。この公衆電話は、都営浅草線などの近く間では利用できなかった。冷房装置は、屋根上集中式の能力4 1 8 6ットの装置を搭載する。装置はインバータによる容量可変式で、マイコンによって快適な室温に制御されるものである。 車内の冷気拡散は、ラインフローファン方式で補助送風機を設置する。乗務員室内は灰色の配色とし、運転台系基板は黒色の色調である。運転台系基板周辺、マスコンハンドルの増差は、形成3700型と同様としている。本系列では、在来車両よりも運転仕様の座席を 300mm 車体中央へ、寄せることで、 広い視界を確保させた。主観制御機は直通規格に基づいた TGK1 ハンドルマスコン方式を採用した。景気版右端にはモニタ装置のディスプレイが収納されている。乗務員室背面仕切り壁には運転席背後に幅広の大窓を右側に仕切り扉窓を配置する。車高膜は両方の窓に設置する。 乗務員室は奥行きを 2100mm と広く確保し、このために運転席背後は立席スペースとした。走行機器類は基本的に北総7300型や形成3700型と同一であり、車両性能も同一としている。制御装置は東洋電気製造製の g t o を s 止による VVVF インバータ制御である。 制御機1台で1 3 0ット出力の種、電動機を8台制御する 1C8M 制御方式としている。京浜急行電鉄の車両規定を適用し、先頭車両を制御電動車とし、編成での MT 比は 6M に T 構成である。台車は、住友金属工業製の SU 民電、敷軸箱支持方式の空気バネ台車を使用している。動力台車は、 FS547 型、付随台車は FS047 型と称する。補助電源装置は、東芝製の GTO 素子を使用した DC、DC コンバータ方式で、架線からの直流 1500V を直流 600V に高圧するものである。交流回路には、パワートランジスタ素子を使用した静止系インバータで、単相交流 200V に変換して使用する。 ブレーキ装置は、マッサ方式で、回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキとし、保安ブレーキと、対切ブレーキ機能を有する。空気圧縮機は交流駆動の C-2000、ML 型を使用する。終電装置は、下枠交差系のパンタグラフを搭載していたが、現在は、シングルアーム式のものに交換されている。二次車は、一次車の落成から5年ほど経過したため、 沿線利用者から構成されるモニター会員の意見や北総開発鉄道所属の乗務員からの要望を反映したものとした。走行機器類については予備部品の共通化のために変更はない。一次車と二次車とでは次のようなサインがある。このほか、全面スカート左右にステップを新設し、全面ワイパーの点検作業を行いやすくした。さらに車両間転落防止フォローを設置した。 2012年には前面行き先表示器と側面は三色 LED からフルカラー LED に変更した上、ドア上部の LED 案内表示器は北総7300型や7500型と同一の地取り配置となった。室内では本系列が空港連絡列車に使用されることも考慮し、大きな荷物による蛍光灯破損を防ぐため、飛散防止系蛍光灯を使用した。 空調装置ではラインデリアに強弱運転機能を追加した。なお、一時車で車内に設置していた公衆電話は当初より省略した。ありがとうございます。